宇野昌磨と本田マリンが、真剣交際銀盤の純愛3年、フィギュアウィッグカップル、フィギュアスケート男子で、2018年、平昌冬季五輪銀メダルの宇野ま美学24、トヨタ自動車と、女子で16年、世界ジュニア選手権女王の本田マリン20、ジャルが交際していることが、 31日、分かった。関係者によると、二人は14年の国際試合で知り合い、交際期間は約3年に及ぶという。うのは、マリンとの銀板愛を育みながら、北京冬季五輪で2大会連続のメダル獲得を目指す。写真2枚、うの昌ょと本田マリン。 中むつまじい姿を SNS などで披露。北京五輪イヤーに氷を溶かすようなホットな交際が明らかになった。2月の北京五輪で2大会連続メダルに挑むトップスケーターと圧倒的な表現力を誇る銀盤のヒロインが愛を育んでいた。関係者によると、 二人の出会いは2014年に台北で開催されたアジアンオープントロフィー。本高の5人兄弟の長男で元フィギュアスケート選手の太一さん23とうのが窮地の中だったこともあって、信仰を深め交際に発展した。約3年前にマリンの妹で、 芸能活動もする。ミエゆ、ミエゆ、17、シャライサラ14とあったスケート関係者は、お姉ちゃんにはいい人がいるんだよね、と、嬉しそうに話していましたと振り返る。両家は、家族ぐるみで親交があり、二人の交際を、お互いの家族が応援している感じでした、と話している。フィギュア関係者の間では、マリンちゃんが、 ここ数年でより綺麗になったと話題になっていたと言う。二人はアイスショーで共演した際、衣装であるコスプレ姿のツーショット写真を SNS にアップ。20年9月には、うのの YouTube チャンネルでリモート対談し、第一印象についてうのが、 元気と語れば、マリンはボールで遊んでくれるお兄さんと笑顔。続けて、今は落ち込んだ時に名言やしみる言葉をたくさんかけてくれると支えられていることを明かしていた。また、同じストラップを使用していることなどから、ファンの間では交際が噂されていた。 マリンは昨年12月の全日本選手権を21位で終えた。20年大会はショートプログラム SP の朝にめまいを感じ、危険。その後はジャンプが飛べなくなるなど不調に陥ったが、全日本の SP ではサルコートーループの連続3回転ジャンプに成功。 表現力豊かな演技を披露し、観客の拍手を浴び、やっぱり自分はここが好きと噛みしめた。現在は明大二年生。卒業を機に引退する意向で、過去の自分を超える完璧な演技をしたいと、高みを目指す。再びメダル獲得へ攻めの姿勢を貫く。 宇野は全日本選手権で優勝した羽生譲る27アナに次ぐ2位に入り、北京五輪出場を決めた。今期はもう一度世界のトップで戦える存在にをテーマに掲げ、フリーで四回転ジャンプを4種類5本組み込んだ難度の高い構成にチャレンジするなど、攻めの姿勢を貫く、 二大会連続の表彰台がかかる大舞台に向けては、五輪までにトップを目指せる練習をして、トップ争いで名前が上がる状態で挑みたいと、闘志を燃やす、日本のフィギュアスケート界を代表する二人の交際、宇野は来月、北京五輪を控える、大舞台での演技とともに、 マリンとの銀ン愛の行方にも注目が集まる、宇野正美学、宇野昌磨1997、平成9年12月17日生まれ、24歳、名古屋市出身、中京大、中京高から中京大、トヨタ自動車所属、5歳でスケート靴を履き、2016年四月に、 国際スケート連盟椅子公認大会で史上初めて4回転フリップを成功させた。18年平昌冬季五輪銀メダル。19年四大陸選手権優勝。グランプリ GP シリーズは6勝158センチ。ホンダマリン。ホンダマリン。 2001、平成13年8月21日生まれ、20歳、京都府出身、大阪関大校から青森山田高に転校し、20年3月に卒業。明大2年、JAL 所属。15から16年シーズンのジュニア GP ファイナル3位、世界ジュニア選手権優勝。 昨年12月の全日本選手権は21位。兄は元フィギュアスケート選手の太地さん23。妹は子役として活躍する三重、三重17と社来、サラ14。163センチ。ホンダマリン、天才だった自分を超える戦い。 全日本フィギュアを終え、やっぱりスケートって素晴らしい。天才少女の十字架。2019年夏のインタビューだった。当時17歳だった本田マリンは、天才少女という十字架を引きずっていた。2016年の世界ジュニア選手権で優勝し、同年の全日本選手権は2度目の出場で、 シニアに混ざって4位と躍進。さらに2017年にも再び世界ジュニアで準優勝。期待された2018年、平昌五輪出場は逃したが、リンクに立った時の艶やかさは群を抜いていた。写真本田ダマリン、坂本香織、樋口新馬、全日本フィギュア2021フォトギャラリー。 フィギュアスケーターとして最終形のイメージはまだ17歳で遠い未来かもしれませんがまだ17歳という感覚はないです自分のキャリアはあと4年とか早くて次のオリンピックで終わりそれくらいの気持ちでそこまで何ができるか逆算してやっていますシニアで世界の舞台に出て 満足のできる演技ができるように、それが目標です。彼女はまっすぐな目で言った。2年ぶりの大舞台、あれから2年半が経過した。ホンダの現在地とは、12月23日、埼玉、全日本の舞台に、ホンダマリン、ジャル、ハ十歳は戻ってきた。昨年は五年連続で出場も、 朝の公式練習後のめまいの症状で危険せざるを得なかった。すなわち今回も含めて7年連続で出場権は勝ち取っていることになる。それはスケーターとして紡いできた紛れもない今と言えるだろう。ショートプログラム SP では冒頭の3回転サルコープラス3回転トーループを 見事に成功した。しかし2本目のループは得点がつかなかった。3本目はダブルアクセルを着氷したが、全体的に技術点は伸び悩んだ。それも一つの現実である。4年前の全日本では平昌五輪有力候補だったが、今回の SP は55.73点で23位だ。 全日本の前にたくさん練習してきました。去年の全日本の後、しばらくはジャンプを飛べず、ここまで戻るとは想像していなかったので、今はいい状態ですね。ホンダは穏やかな笑顔で現状を説明した。最初の3.3、3回転の連続ジャンプは本番で久しぶりに決められたので、 よかったんですが、それを決めることに集中しすぎたかなって、2本目は点数がつかず、ジャンプなしになってしまって、もったいないなって思います。ただ、ジャンプは昨年の全日本以後は離れていた時期があって、よくここまで戻してきたなって、悔しさと良かったなと、半分半分です。25位以下が、 フリースケーティングに進めない。彼女はどうにか足切りを免れ、希望をつないだ。ショートで使うセブンネーションアーミーは歌詞が注目で、戸惑いや葛藤の中で立ち向かう強い女性を歌った歌詞です。今の自分の気持ちと重なるところがあります。ホンダは思いを込めて語っていた。 スケーターとして強くなりたい。彼女の真摯な気持ちがにじみ出ていた。練習の状態は少しずつ前に戻っていると感じていて、自分の演技の前、アイスダンスの演技を見ていたら涙が出るほど感動しました。私もそういうスケートがしたいなって自分だってできるんだぞって久しぶりに思いました。 競技生活も後ろから数えた方が早くなってきましたので、一つ一つの試合を大切に、来年もここに戻って来られるように、スケートを続けるなら、過去の自分を超える演技をしたいなと思っています。悪戦苦闘、でも滑り続ける。彼女は天才だった自分を超えようとしてきた。順調とは言えないキャリアだろう。 担当直入に言って悪戦苦闘だった。自分はジュニアの時、試合で練習以上のものができるとやっていました。当時のインタビュー、ホンダはそう告白していた。世界ジュニアで優勝した演技前とか、早く日本に帰りたいな、と思っていました。苦笑。昔は人が何回もやってできることを。 自分は結構すぐにできてしまったんです。でも、それは必ずしもいいことではないんです。例えば、ジャンプはコツコツ習得した選手よりも安定しない。今は感覚的な貯金はゼロだと思い、少しずつ積み上げている感じです。天才だけの王能、王能だろう。できたはずのことができず、 不安と違和感を覚え、練習が足りないから、競技が好きでないからと片付けられる。平昌五輪後は一年発起し、アメリカに拠点を移した。2019年には復活の過程で、海外でのグランプリ GP シリーズ中に、タクシー乗車中に、不慮の交通事故にもあった。そこで思うような結果が出ず、 天才は天才であることに縛られ続けてきた。それでもホンダは滑り続けている。この日もフリーは華やかさが際立った。プログラムコンポーネンツだけで言えば11番目に高い点数を弾き出していた。スケーティングの美しさの片鱗だろう。ただジャンプはダブルアクセルプラス3回転トーループ。 三回転サルコーはクリーンに降りたがフリップは失敗。順位は21位でトータルも同じ21位だった。2015年ジュニア時代に飛び級で出場した初めての全日本の9位にも及ばない。しかし一周回って彼女はスケートの楽しさと再会していた。 4年前は重圧でひどい精神状態でようやく人としての感情を取り戻したというか、当時と比べると本田誠ンという人生をすごく楽しめているかなって感じます。こういう舞台で久しぶりに滑って、やっぱりスケートって素晴らしい競技だって感じて、もっと強くなりたいって。 久しぶりに心から思えた大会でした。今は生まれ育った関西を離れ、新横浜に拠点を移している。練習に励み、信頼できる先生に指示、天才から脱却する時だ。本田マリンは合計156.53点で21位。もっと自分はできるんだぞ苦しかった4年間。 感情を取り戻した。フィギュアスケート全日本選手権第3日2021年12月25日埼玉スーパーアリーナ。写真 SP は妹ミユの衣装を借りて演技。女子フリーでホンダマリン、ジャルは100.80点をマークし、合計156.53点で、 21位だった。冒頭のダブルアクセル3回転トーループは着氷したが、フリップが1回転になり、3回転フリップで転倒するミスもあり、スコアは伸びなかった。それでも、この舞台で滑れて嬉しいとし、久しぶりにもっと自分はできるんだぞって思えている。来年もこの舞台に戻ってきたい。 一つ一つの試合を大切に、過去の自分を超えるような演技をしたいと話した。16年世界ジュニア選手権を制し、18年平昌五輪へ大きな期待を背負ったが、選考会の17年全日本は7位で代表入りならず、その後は苦しい戦いが続いた。この4年について問われると、 人としての感情をこの4年で取り戻した。試合前、毎日のように苦しい時期を過ごしていた。今はスケートを楽しめている。本田誠凛としての人生自体をすごく楽しめているとし、もっと強くなりたいなと心から思えた大会。頑張りますと前を向いた。